こんにちは。岐阜関ヶ原古戦場記念館館長の小和田です。今日は宇土坂の古戦場と島津豊久の碑、これをご案内したいと思います。今私は古戦場記念館の5階の展望室に来ておりまして、まあ、ちょうど今、航空写真で場所が描かれてますけれども、島津の陣跡がここにありまして、ちょうど方角としては向こうですね。で、そこに、まあ薩摩池という池なんかもあったりします。それから、今日ご案内します宇土坂はちょうどこういう感じで歩いていきますと、ここに宇土坂とありまして、今これからこの宇土坂の、島津豊久碑をご案内したいというふうに思っております。ここに島津豊久墓という案内の石柱がありますが、ここ上がって島津豊久碑の方へこれから行きたいと思います。あ、もうすぐですね。あ、昔に比べると随分整備されましたね。この辺りはもう草ぼうぼうだったんだけど、いや今は結構皆さん草を買ってくれたりして整備されてますね。ここが豊久碑です。関ヶ原でのですね、西軍敗北が、まあ、決定的になった時、西軍のほとんどはですね、まあ、戦場から西に向けて、まあ、すなわち、まあ、伊吹山の方に向けて敗走していきました。まあ、ところがですね、島津隊だけは同じように西に逃げるのではなくて、まあ、いわゆる敵中強行突破、戦場離脱という、まあ、思い切った行動をとっています。まあ、一説に島津軍を率いていた島津義弘が敵に背を向けるのは見せるのは島津の軍法ではないと言ったと言われていますが、まあ敵中突破という意表をついた作戦で、まあなんとか活路を開こうと考えたものと思われます。まあいわゆるこれが島津の軒口ですけれども、まあこの時の島津軍は約1600です。で、まあ、関ヶ原の戦いに関してよく私受ける質問はですね、なぜあの56万石の大大名島津氏がたった1600だったんですかっていう、まあ、そういう質問が多いんです。で、56万石だとですね、大体、まあ、1万5000ぐらい動員できたはずなんですね。で、まあ、そういう質問が出て当然だと思います。で、実は、まあ、関ヶ原の戦いの頃、まあ、島津家家中でごたごたがありましてね、島津家がまとまって西軍として戦うという状況ではなかったんです。まあ島津義弘自身はいわゆる新豊臣派でしたけれども、兄義久はまあどちらかといえば反豊臣派でした。これはあの天正15年、まあ、1587年のまあ秀吉によるまあ九州攻めで、まあ兄義久は秀吉に負けてですね、まあ、結局大隅の国一国をまあ弟の義弘にまあ譲らされていたからなんですね。まあ、そういうわけで、まあこの時まあ島津義弘が率いてきた1600人というのは、まあ島津家の軍勢というよりはむしろまあ島津義弘親衛隊といった性格のものでした。さて、話をまた関ヶ原に戻しますが、まあ島津家全体がですね、まあそのような空気でしたので、まあ、義弘も本気で西軍として戦うという意識はまずなかったでしょうね。また大名石高として格下の石田三成の軍事指揮下に入ることへの抵抗感もあったと思われます。戦いが始まって石田三成から催促されても、自ら積極的に東軍に手出しをすることなく、
まあ、結局、まあ、西軍敗北となりました。まあ、そこで、まあ、義弘が取った手が、まあ、敵中突破、まあ、いわゆる、まあ、島津の軒口だったわけなんです。ただし、まあ、その頃には、まあ、かなり兵力は減っていました。半分くらいという説、それから300程度に減っていたという説もあります。まあ、その少ない、まあ、数百人の一団が家康の本陣めがけて、まあ、突進してきたわけですので、まあ、家康側はまあびっくりですね。まあ、思わず道を開けてしまい、戦いの勝敗はついていますので、まあ、戦った、まあ、勝った東軍側としてはですね、まあ、ここで命を落としたら損だという思いもあったんでしょう。まあ、ところが、まあ、その人数が、まあ、意外に少ないということを見て、まあ、すぐ追撃を始めます。まあ、その中心となったのが井伊直政、そして本多忠勝といった、まあ、家康の直臣たちでした。でそれに対してですね、島津隊は、まあ、これも有名な戦法です、捨て構りで対抗します。まあ、これは、まあ、小部隊で、まあ、全滅覚悟で踏みとどまり、まあ、時を稼いで、まあ、本隊を逃がすという、ね、作戦です。まあ、しんがりのですね、兵があぐらをかいて、まあ、銃を構え敵を待ち伏せするということから、座禅陣とも言います。つまりあぐらをかいて、言うことになりますので、座禅陣というふうに言われています。ここに、ありますように薩摩ベンチというね、これはそれこそ、岐阜県と鹿児島県というのが、まあ、一つは有名な宝暦治水工事が縁で、全国初となる、まあ、姉妹県盟約を結んだということと、合わせて、ここに書いてあるんですけれども、平成29年の10月に、この欅のですね、贈呈式を行って、で、ベンチですね、薩摩ベンチということで、これは平成30年8月に、寄贈されているということで、まあ、このような形で、まあ、書かれております。あ、ここに、宇土坂の看板がございますね。まあ、この主戦場となったのが、まあ、ここ宇土坂のあたりなんです。まあ、島津隊の副将を務めた、まあ、島津豊さんが、ここで捨て構りを使って、まあ、東軍をですね、一時的に食い止めています。この島津豊という人は、この系図からも分かりますように、島津四兄弟の、まあ、例の島津義弘の弟の家久、その子供です。ですから義弘にとっては甥にあたるわけですよね。で、豊久はここで討ち死にしたというふうにされていますけれども、まあ、一説には勝地峠、これが大垣市の現在上志津町の一ノ瀬、まあ、それを越えて柏原村、これも上志津町の上田良にたどり着いた後に調べし谷というところで、まあ、自陣したとも言われています。まあ、この結果1600の島津軍のうち、まあ、無事鹿児島までたどり着いたのは、まあ、義弘らわずか80人だったというふうに言われています。今日は、島津軒口のお話をさせていただきました。まあ、今日は以上で終わらせていただきます。